続いて島さんからです。読みます。人と同じは嫌だけれど自分だけ違うのはもっと嫌だ。でもその気持ちはみんな一緒なんだよな、というですね、うん、なんかこういろいろね人生を経てね、そういう感じでね、なかなかみんなと足並みを揃えなきゃいけない時もあるしね、就職活動なんかそうでしょうね。それでもやっぱり俺はなんか人と違うところを見つけたら、いやでも孤立するのはっていうね、このジレンマを抱えていくのは大人っていうね、そういうメッセージであるんですけれども、そんなことよりも俺この文章、あれこれたけしが読んでんじゃねってビートたけしが読んでんじゃねっていう風に思っちゃったんで、そう思ってもう一回聞いてください。人と同じは嫌だけれど自分だけ違うのはもっと嫌だ。でもその気持ちはみんな一緒なんだよな。これたけしがポカリスエットの CM かなんかで言ってるやつじゃねこれポカリスエットがDMM の広告で、人と同じは嫌だけど自分だけ違うのはもっと嫌だ。でもその気持ちはみんな一緒なんだよな。黒沢さんのアングルなんだよな。人と同じは何回やるんだよ。なんかたけしのチューニングができてないから、もうちょいちゃんと、もうちょい立てた方のたけしやります。立てた、今だいぶ語ってる方のたけしだったんで、立てた方のたけしね。人と同じは嫌だけれど自分だけ違うのはもっと嫌だ。両親の気持ちはみんな一緒。奇跡体験アンビリバボー。俺が楽しいだけの時間になりましたけれどもね。でもたけしが言っても違和感ないくらい、なかなか深いことを言ってるだということですからね。